はい、そしたら、第2節、エーリガ配信の、最高位戦ですね、見ていきましょうか。まあ、先ほど、連盟 A があって、着順的にアッキーが、7ポイント1。で、2番目がタツで、8かな。で、プルさんが、12の、カンさんが13とかかな。じゃあ見ていきましょうか。ドラわかんなくてチーチャータツで、ナンバがアッキー。で、シャーチャが、オカンさんのペイチャが、プルさんになってますね。さあ、画面がちょっと傾いてる。これ芸術点マイナスですね。あ、ドラはギャンピーですね。まだ積もってない。さあ、ちょっと染めて意識って感じかな。さあ、連盟と違ってから今度は一発と、裏ドラーリーっていうルールやってますんで、まあ、がぜん、先ほどみたいに泣きがちょっと、少なくなった。さあ、これで老僧チーズを払うかどうか、そこまではちょっと、あまり考えてないです。さあ、ドラ3ピンで、お母さんが3ピン魔力を持ってる、いい形になってますね。さあ、プルさんもこれ染め系だ。3万回って言いましたね。さあ、9万くっついて、ローソーチーズ払ってもカーズは足りてますね、これで。どうする？初とか残してば、拠点スワップになるけど、これで、まあ、リーチ手順。残したっていう感じですね。お母さん単用にもなりそう。まあ、ピンフ系ですね。ウーピン、残さないか。うん。ウーピン残したらもう単用の決め手にするかどうかって感じでしたね。さあ、プルさんから今からにもローマチームですよ。その時どう考えるか。ローマは泣きにくいな。チーマン出たらちょっと考えようって感じか。さあ、泣かれて、これは、さすがに泣くか。泣かれて、相手も速そうだし、ちょっとスピード合わせるためにも、ローソチーズを払って、行きましょうか。さあ、ピンフ系のカンさんがいつ、リーチって入るか。プルさんもいつでも追いつきそう。さあ、9万は、さっき切る、切りましたね。多分9万がもう2つ耐えてるんでね。9万切って、ちょっとだけ2個そうっていう作戦ですね。ただまあ、ダブトンとかも、まあ、警戒してくれるんで、これで。さあ、プレさんはだんだん目いっぱい。さあ、チーソーちょっと悩んでるけど、悩む必要ないですね。さあ、あんまり関係ないですけど、なんか変な BGM 流れると思いますけど。YouTube で適当にフリー素材を拾っただけです。あまり気になさらず。さあ、アッキーはチートイツイシャンテンか。ドラもないから、まあ、シャー短期になったらリーチしてもいいかなぐらいけど。さあ、これ嬉しいズーマンが泣けた。これリャンマノーマンのシャボン待ち。まあ、1000オールなんで、まあ、服だけど、あ、で、シャー短期にしなかったですね。アッキー偉いっす。逆にっていうか、あれですね、偉いっすね。あ、と思ったら積もった。プルさんもね、今、リャンソーローソーのシャボでテンパってたけど、服が、1300オールかな？これは。で、積もりましたね。まあ、買わせてラッキーって感じですね。アッキーも、多分、シャアは、普通だったら狙い目なんだけど、僕とプルさんが染めてるんで、逆にシャアは、多分、山にないなっていう考えになって、まあ、ローピンの方で待ちましたね。ピンズの方が、二人とも染めてない側なんで、待ち的にはいいっていうことで、続入しましたね。さあ、ドラは見えないけど、まあ、タツは、とりあえず親までいっちゃう。さあ、ダンゴは、ファンができる最初からって、最初からする。これ以外、こんな、数シャンテンぐらい、
スーシャンテンどころじゃないと思うけど、それをいきなりカンスの意外っすね。ただ、他からするとかなり嫌だなってなるな。いきなり初手感から入るってことは特に悩まずにですね、かなりいい可能性がある。アッキーはダウンはこれ、薬灰なんで、染めもしない、染める、まあ染める方向も5つって感じでしょうね。さあ、タツはできたらこれは泣きを止めたいな、止めたいけど、うんですね、ヤンソーも、ヤンカのところ払って、アッキーが明らか早い可能性があるんで、ヤンソー払ってますね。僕の手がね、そこまで価値がないんで。ってことで、まあ、想図は払えそうだな。うん。でまだピン図か、マン図かはわかんないんで、まあ、とりあえず想図払っとこうって感じですね。さあ、ここで、ちょっとスリムにしましたね。マン図をちょっと濁したって感じかな。さあ、プルさんも数万か貫通になってる。さ、酸素はいい。うん。あ、けど、ローマン、あ、絶対泣かせないぞっていうスタイルでしたね。さ、お母さんは、一目つできましたね。プルさんは貫通ができてるけど、その形、それ以外の形がちょっと悪いかな。うん。徹底ガードですね、ここは。さ、ここで、ルーピンをするって見せて、けど、なんか、こうなってくると、目線は、ただ早いだけなのかなと思うんですけど、まあ、例えば、あとドラ持ってるみたいな。まあ、どっちにしても、警戒はしといた方がいいですね。さあ、お母さんは、ピンフにしてリーチって言いたい。とりあえず、ドラが2枚見える。バーンってね。さあ、プールさんは、ハクがちょっと確かに怖いね。うん、わかる。僕は逆にこのプルさんが出してる箔がちょっと怖いって感じがしますね。ってことはある程度価値ができてるんだなと。箔でこれも初出すんじゃないかなってことは。初だよな、まっすぐ行くんだったら。で、いいシャンテンですね。カンチャンカンチャンだからちょっと不十分ではあるけど。ってことで、ここでプルさんも警戒しなきゃいけないから、まあ、スーソワンチャンスかなんかで酸素ですよね。さあ、酸素が先に切られて、ハートに来たんで、ちょっと嫌だなって思いますね。まあ、でも、ローマン感伸びたらね、それはそれでいいんだ。うん。さあ、僕もここでハクを切ってしまうと、ちょっと防御がおろそかになるけど、その後のね、この押し返しとか、さあ、両面に変わって、ローマン払いましたね。これ、数万貫の形にしましたね。で、ことでどうしよっかなってなってますね。うん。まあ、ここまでね、もうガンガン降りてるから、もう下手に補充したくないし、アッキーに、アッキーもテンパってないかわかんないけど、まあ、進めさせたくないから。ああ、これはちょっと恨めった方になったけど、馬残すとね、3万、受け入れができるけどね。と思ったら、なんか、いいシャンテンまでだった。けど、ローピン出す？ウーピン切ってるよ。さあ、お母さんもウーピン切ったら、いいシャンテンの形。さあ、プルさんが明らか前に行ってる。旬以外でアンパイ持っときたい。うん、だよね。うん。さあ、アッキーもいつの間にかテンパってます。さあ、これで噛んだ。数万ようやく噛んして。けど、これはこれで、アッキーが、染めの感じもないもんな。そう来るのって感じやな、アクルさん。トイトイにもできるけど、チーソが今ドライになったんだよな。なると、スーピンとかか？
数ピンかな。うん。安全度っていうよりも、打点意識の数ピンですね。ああ、嫌がってる、手が。手が超嫌がってる。さあ、お母さんも追いついた。これで、チーピン切って6球ピンですね。さあ、プルさんも追いつくか。あ、まだ。さあ、お母さん来てくれてチーピン出してくれてありがとう。さあ、アッキー3ピン。さあ、6球ピン積もれるか。9万。3ピン出るか。そうですね。4万。4万やりすぎ感があるな、確かに。アッキーにも通ってないし。うん、そうだね。ちょっとやりすぎ感で。さあ、僕は振りましょう。さあ、換算ピン。あ、これで、変えれるけど、E ピンの方が厳密だ。ヤンピンはちょっと怖いね。さあ、積もった。さあ、これ、裏空第一。ニーズもピンフ、ドラ、裏は、なし。ニーズもピンフ、ドラ1、1300、2600で1本バスで。3枚もあるのに。重ねない、あ、重ねにはあるか。まあ、重ねやるからしゃあないかな。けど、1300、2600が2000、4000になるのは相当でかいから。52が8000って2700って下がるから。まあ、気を取り直しましょう。っていう、替えも来ましたね。白髪統一ですね。お母さん。さあ、親番はアッキー流れてますね。さあ、僕は、一面通で切ってますね。ヤン面もあって、まあ、形は十分。アッキーはドラが一つありますね。お母さんもドラが一つあって、染めはちょっとしにくくなりましたね。一面通できたからって言って。で、プールさんは、ちょっと統一は多いけど、形は、チュン泣かないと、まあ、上がりはちょっと難しいなっていう形ですね。さあ、お母さんは統一が増えたけど、ちゃんと切って染めはしない方向にしましたね。さあ、これでベンツでも見えた。僕は、ドラが統一なんですよね。ドラが統一なんで、薬杯重ねは結構大事なんで、薬杯残しましたね。アッキーは逆に薬杯切って、単4か、まあ、なってもいいよって感じですね。さあ、お母さん早そう。白髪泣いたらね、もう。さあ、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 さあ。ルピン。初泣けた。てかもうテンパイですね。さあ、白、僕は出す？出さなさそう。これは。なんか、捨て牌がね、なんか、みんな薬牌欲しそうな感じもするから、と思ったら、アッキーが数損出して、ま、これは仕方ない。この文字は。アッツ、ドライチ。アッツ、ドライチの2球かな？さあ、お母さんは、一メンツあったかな。ピンズの形が良かったですね。プルさん一メンツもかなりいいローマ入りましたね。僕はチュンが統一で、ヤンメが一つ、ドラはなんか忘れた。さあ、アッキーは？アッキーはそこまで良くないね。あ、プルさんドラが統一なんか。急速切って、パンチャン払いましたね。さっきこれで聡明にしないでシャー切りましたね。さっきはヤンメができた。ちょっと両天秤にしてますね。聡明るかどうか。あー裏めった。だけどすか。さすがに。プルさんもね、やっぱ、ドラが統一だからね、薬杯重なりも偉いからね、カンチャン払うのは、なんか、わからんでもないって感じです。さ
さあ、これでメンツができて、すごく痛い。この、カンパスを払っちゃったの。さっきは単用にしつつって言ってかな。さあ、これで、広いシャンペンですね。疾走パスは重なってほしいかな。で、ピンドが伸びてる。さあ、お母さん、鮮度が速くて、なかなか見えない。さあ、これで、5、6、7、5、7、5、7。これで、フリッテンド急走リーチです。まあ、仕方ない。さあ、僕は、まあ、アンパイは多分困ってないんで、一発消しして、行きましたね。さあ、たらお母さんも泣いてくれて、単用にしましたね、お母さん。1万。で、ローソー。これ、お母さんが泣いてくれなかったら、終わってた。お母さんが泣いてくれたら、積もってましたね。ありがとう、お母さん。これは、プルさんがかなり積もりたい。まあ、僕は、まあ、やめますんで、いいぞ、いいぞって切りましょうか。それか、多分今、パワーピン切るかって悩んでたってことですかね。パワーピン切って。多分、お母さんも前に行ってるからですね。この、運送がドラッグの時は、やっぱりみんな前に行きやすいから、前に行ってるってことは、まあ、どっちかがドラが、まあ、ドラッグがその、お母さんの泣き。泣きが特にドラ持ってるかもしれないってなりますね。これは、まあ、安全という安全はないですね。何もしょんぼやし。さあ、アッキーも、ランは通って、チートイツにはちょっと、微妙だな。チーソーパスを払って高くするかって感じか。いや、チーソーパス払えないなぁ、困ってから。で、僕は、なんでランをしたんだろうね。比較的まだチュンとかのから安全なんだろうけど。もしかしたらソーズ伸びたら、まあ、パーピンチーピンもね、比較的切れるし、まあ、ちょっと前に行ける準備もしつつでなんて言ったのかな。さあ、アッキーは、チーソーパスを払えるかどうかをずっと精査してますね。払えないからもうそれぐらいだったら、ガン折りしようということで、ウーピンですね。多分、アッキーもね、折りようと思ったらね、もう、安全パイには困ってない。と思ったら、なんかね、まあ、ストメンツできたけど、まあ、普通に降りましょうって言ったら、休憩も大丈夫でしょう。シュン嫌がってるなぁ。意味わからんな。さんもなんか素直に降りてないですね。まあ素直に降りようと思ったら全部降りですね。さあ泣くかどうかをちょっと考えたけどやりすぎかったな。さあタンヤオで復活の目も見えたけど、ソーズはまあちょっとノーヒントすぎるんで、窒素が今通ったぐらいか。大丈夫。チュンですね。さあ、アップルさん、積もらない。
今アンパに困ってないから発明を考えるって感じかな。まあ、今見えますよね。3万取ってさっき3万取ったのかな。復活見れるかもだけど、ファーストが切れないから、多分これはもう完全無理ですね。復活はちょっと見るかどうか思ったけど、ファーストはちょっと残酷だな。ロピン。さあ、ここもなんか復活しそうな雰囲気あるけど、チーピンは若干切りやすいんだよな。と思ったら、アッキーもなんか若干、発明がある。パーピントレーズだな。チーピン、チェイサーだな。ローピンが早いからっていうのはちょっと外の理由だけど。まあ、そうだな。さあ、ここはテンパレズ。そうですね。アッキーも、テンパレズ。クルさんも、積もれずでしたね。ルーさんの一人転売。いやー、カンパッソ痛すぎますね。洗っちゃった。まあ、単用にもできるし、まあ、払っちゃうのはわかる。さあ、気を取り直して、プルさんの親番。3トイトありますね。ドラはパーピン。パーピン受けはありますね。さあ、どうする？ 3 万。うわ、なんか形はいいっすね。一目つあったら一目つ。マッキー一目つありましたね。お母さん一目つあって両目もあって、ちゃんと待ってます。あ、ヒルさん悪い。僕はいい。すごく嬉しい。さあ、トーンを取りましょう。さあ、ヒルさん。なんか伸びてほしいけど、チーマンいらない。さあ、嬉しい。もういい射点。やんめんやんめんいい射点。さあ、お母さんも、いいペーコーができるけど、カンチーピンっていう形がちょっと、しかも、ただパーピンは、ドラドラ。ヤンピンはちょっと単用のために残すのもあれだったけど、ちょっとそれいいかなって思いましたね。さあ、カンパンも入って嬉しい、これも。あー、刺し子ができる。2H ピンフ。さあ、戦うとしたらお母さんか。アッキーはどうだ。アッキーは一面つあるけど、まあちょっとおとなしめになってきました。お母さんは9万現物ですね。パーピン入って親だし、ちょっとやる気出さなきゃっていうのもあるけど、9ピン一発はちょっと出せないですね。ヤンピン現物なんでヤンピンからにしますね。さあ、アッキーもいいシャンテンだとか、ヤンシャンテンがいいシャンテンですね。最後、3ピンキャッチして、いいピン払ったら、ちょっと3ピン出てくる未来があるな。さあ、いいピンポンして、もう、ウーソーが切れないだな。うん。ちゃんとっていう道を見るか思ったけど、ウーソー切るのはやりすぎってなってますね。実際入り目なんでね。さあ、アッキー、これでいいシャンテン。3層切れる。3層か3ピン、どっちか切るか。僕が数層早めに切ってるんですよね。やっぱ早いからっていう意味で3層切るか。けど3ピン、どっちでも取りそうだよな。3ピンの方が、まあ、実際当たるけど、なんか、切れそうな雰囲気ありますよね。ヤンピン。もう早いし、なんとなくぐらい。さあ、ブルさん。ブルさんも同じく数層早いからってことでヤンソー払いますね。さあ、ヘタリア降りないみんな。ああ、これで3ピンが助かる道できましたね。なんて言ってタンヤオかな。さあ、そう。さあ。マンズが伸びるかもしれない。
なんとなく僕の礼拝的にピンズっていうかマンズっぽいと見えるようなお金さん、数万とかちょっと怖いとか。あと、プルさんはここで絶対ですね。さあ、アッキーはこれで、シーマンパーマ払えていくか、マンズがやっぱり切りにくいなぁ。これ3ピン結構出られるぞ。3ピン結構出られるけど、3ピン、どうだ。あ、マンズ選んだ。偉い。と思ったら、お母さんがその動画に泣いて3ピン。だから3ピン高めなんです。リーチピン3色。8000。お母さんもね、ドラドラだったからね、前に行きたいし、3ピンちょっと、そこまで当たんないだろうし、まあ、当たっても高くないだろうみたいな雰囲気もあるからね。と思ったらまさかの3色っていう。さあ、ここで僕の親番ですかね。さあ、もう4曲目トン。早い。早くない？今何分？あ、わかんない。まあ、多分30分経ってます。さあ、アッキーは3と1ぐらいかな。お母さんは形良さそう。プルさんも一目ずつ歩いて、あー、嬉しい。小さいか。僕はヤンマンから切って3ってことは、かなりちっこいつでを見ます。さあ、アッキードラーリャンソー、リャンソー持ってて、チートイツかな？うん、グーピンから切ってきましたね。さあ、お母さん二メンツで、ローマンマンホーで打った。さあ、プルさんも早そう。ヤンピンヤンコちょっと話が違う。9万ぐらい切って、メンツでも見るかって。ランはチートイツでいいし。あー、アッキーも、トーンは違うな。コンロート、あー、プルさん嬉しい。超嬉しい。ハーピン？あー、まっすぐいってる。すごいまっすぐだ。ケイは。あー、なんか、変な形だな、ケイの形。トン重なりが逆にノイズだなぁ。あーと思ったらこれでイーペーコ確定して、パーマン。カンチーピン入ったら3メンチャーになる。あ？ちゃっ。形かな？じゃあ。さあ。あーと思ったら本当に入って、さ、かなり広い。で、僕もテンパった。ヤンピン、てか、かなり、ノータイムで来てるんですよね。これ、みんなテンパに気づいてないでしょ。って思いながら打ってましたね、僕。なんで、ヤンソーはドラなんですけど、これ、アッキー、数層出してるんですよね。だから、まあ、チートイツ見せないからあれだけど、で、お母さんの3層早い。もしかしたらヤンソー出るかもな、闇だと。これシャー、うん、シャーリーチもちょっと考えたけど、まあ、闇くんのは偉いよねって思って、してますね。さあ、プルさんはどうだ？プルさんテンパった。ヤンソータッキー被った。プルさん視点もヤンソーよく見えてるか。今のチーピアン手出しするかどうかの悩みですね。さあ、アッキーは、1、2、3、4ドイツ、ちゃんた系かな？聞いたら。さあ、お母さんもパンチピンテンパった。テンパってるかと。で、クルさんはこれ3メンチに変わったんですよね。6球ピン絶好すぎる。で、リー、なんで、リア、そう出ましたね。サブ6球ピン絶好すぎるからね。ってことで、闇にしたおかげで、うまく上がれましたね。まあ、プルさんも、多分僕
このリーチ、リーチとか先輩気配には多分気づいてないだろうから、ヤンソー、ヤンソーでリーチってなんなかっただろうし。さあ、ドラはチュン、ん？アク、アツですね、アツですね。お母さんは一メンツですね。アプルさんは一メンツと何が統一になるか。僕はあんまよく、よろしくないですね。さあ、アッキーは一メンツだってピンズの形がいいっすね。ブロック与えてますね。はい。さあ、両面になった。あと泣いたら早いっすね。さあ、パンチピア払いましたね。僕は、めちゃくちゃしょうもないんで、イースト酸素捨てましたね。もうなんか、あまり、この薬杯を捨てたくないですね、こういった時。これ薬杯捨てて、泣かれて、人の手を進めるのもちょっとしょうもないなってなってますけど。なんでまあ、万全に染まったらいいかなぐらいでやってますね。で、染まらなくてもなんか、脅しで泣いてもいいかなとか思ってそうですね。あー、と思ったらダブトン重なったらちょっと話違う。けど、まだ、自敗切りたくないってなってそうですね。さっき、これで、あ、目いっぱいにしましたね。789も見えるし、普通にも見れるっていうところで、まあ、唯一のやんめんだったけど、そこは払いました。さあ、これで、あー、うん。明らか染めですよってわざと見てますね。ってことでこのハツとか嫌がるよね。確かに。ただよく切りましたね。はい。さっき早く追いつきたい。9万で目いっぱいにしなかった。まる。打点の両手見てますね。さあ、ダブトン泣いて、とりあえず脅そう。さあ、この 3P 見て、3P2 枚切れたね。やると、ギャンピンもちょっと、もうそろそろ早めに切りたいなってなんな、さっき。さあ、プルさんはと思ったら、お母さんが本店ですね、これで。やんそう。ちら。あー、掴んだ。これは出るな、うん。さあ、2000、えチュン伸びっすね。1000は1300。まあ、致し方だし。このルール、赤ドラがないからね。パンサーの仕掛けは、まあ、先手にかなり見えやすいから、まあ、当たってもしゃあないと思って、いや、そう切ってますね。行く価値のある手でもないけど、自分で。パンサーの手が安いんで。さあ、アッキーの親番、お初が統一。ヤンメが2つくらいです。さあ、ドラはトン。プルさんが一番持ってますね。むずい。これまた形悪すぎる。さあ、僕は僕はもう良くないですね。何泣かれたら、もうやめようって感じで、最初何切って。お母さんあたりが泣いたら、じゃあ、ここから。しますねっていう感じですか。あーこれねトーン使い切る形にするからトイトイか、うん、染めまでいかないかですね。チートイツかどうか、まあ、かな9万が1枚切れるとか。さあチートイツにするんでしょうかね。トーンもできるだけね、捨てたかないですよね。アッキーも寸法はいらないんじゃないか。ちょっと進んでるけど、ヤンシャンテンで。うん、そうだね。トーンを切る形にあんまりしたくないかな。さあ、と思ったら、フルさんのチートイツがちょっと進んできた。うん、678が見えるんで、パンピア採用する。さあ、
ちょっとメンツでも復活があると思うんですけど、僕泣きましたね。ニャンマン泣いて、ハーピー。あー、これあれだ。アッキーの捨て方が、マンズに見えるんですよね、それでに。思い出した。で、見えるから、このニャンマンをポンしたら、アッキー嫌でしょっていう、ただの嫌がらせで泣いただけだ。だから、僕がすごい上がりたいっていうよりかは、これでアッキー、やる気なくしてて。ただ、これでトイトイにもできるから、まあ、ローマンは切らないよな、多分。どうするんだペイ切るの？あ、ペイ切るんだ。はい、そう、ローマン切ったら台無しだからね。さっきの考えって。インピーナンプに酸素。フルさんは、チートイツだなぁ。けど、アッキーがちょっと怖いから、バンズを、今っていうか、3ピンポン。して、ローマ切っちゃう。切りたそう。そうだね。あ、トン切った。僕の仕掛けを評価してくれてるのかな。さあ、プルさんもトンが2枚見えたらちょっとやる気がトーンダウン感じ。さあ、白が重なって死にまんぱら、まあ、払えるかどうかの精査。うん、まあ、できる。あー、これで単位を、ん？ 3 万？3万切るんだ。まあ、トン 見えたから、まあ、ちょっと打点、おなしめかもなって。3万抱いてもらっても、点数そんな大差もないかも。3万。あー、これでプレさんもローマン通してくれたから、あー、これでリーチだ。さあ、みんな、どうする？で、僕はね、なんか、トイトイしてるけど、まず、プルさんどうするかよな。ハツは切りにくいね、確かに。トンじゃないんかな。ああ、うん。切りにくい、さすがに。僕、数層安牌なんで、多分、冒険切りにくいね、これは。なんで、イーソーも安牌だし、まあ、あるんじゃないかな。あんま覚えてないけど。さあ、お母さんもね、あーまあ、ああ、切りにくい。まあもうちょっと切りにくい。マンズ上は嫌だな。どうするんだろう。いるんかな。うわ、いった。すごい。いいシャンテンだからね。うん。感じですね。さあ、6球ピン。ロッカーンさんも来ると思う。切ったか。さあ、ウーマンの方が通る。絶対。はい。数万切って闇点。サブローマン。さあ、プルさんが切る3万出さない。プルさん、これ3万じゃないか？酸素は？酸素は、もうチャンスか。酸素のチャンスで3万は狙い目だと思って、ってことで僕、ただこれローピン出すの？出さないよね、さすがに。あ。はいはいはい。で、積もって、いい積もかな。1000オール。1000オール。1000オールっすね。
確か、思い出したけど、多分、お母さん数万出したけど、それでスルーしてるんだな。で、安全に、ローピン切らないでテンパに行く方向ってことで、酸素だけは泣いて、ローピンは出さないっていう方向をするします。さあ、気を取り直して、僕が、アッキーの親番でチャンスに。さあ、二メンツできた。で、四メンもできてる形。さあ、お母さんめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいんで、換算比で発生しましたね。フルさんも一メンツできましたね。あ、僕はそんなことない。あー、嬉しい。二メンツできて、ジャンプがない形ですね。お母さん、聡明も考えてますかね。吐く泣いて、うん、考えてますね。染めたら8000ぐらいありそうですね。さあ、今のところ順位的にアッキーとお母さんが今近い状態ですね。お母さんも、あ、と思ったらこれすごくいい3品じゃん。あ、で、これトンタンキーでリーチしましたね。さあ、お母さんもちょっと前行きにくい。ライバルとはいえど、行ったらね、4着落ちまで見えるんで。で、プルさんはもう4着なんで、それぐらい。僕は、アンパイ足りせそうで、なんで一発必死ですね。アンパイ足りてそうというか、多分、今ニャンマンも払えないだろうからっていうことで、チーしてますね。はい。まだダンプとかもアンパイだし。さあ、プルさんは前に行かなきゃいけない。カンドス、パーピン払うか？うん、ちょっとだけ、うかい。買いでもないか。さあ、お母さんもね、やっぱ前には行きたいんだよな。さあ、プルさんも単位を、あー、逃しちゃったけど、パーティーか3ピン行くしかない。この3ピンは強く見えるんで、さすがに。この荒々しく積もってましたね。さあ、お母さんこれテンパイじゃないか。見えなかった。ちょっと早すぎ。さあ、アッキーもトーン狙い目だと思ったのに、テンパってない、お母さん。なかなか、まだ山にいた。僕が持ってたっけ？あ、これリリーチだ。しかもコロチアン。で、トーンが、ちょっと2件になると出ないな、このトーン。で、アッキーは寒い。こんなつもりじゃなかった。で、お母さんも泣いて、呼吸そうですね。チーピン。で、また泣いたおかげで流れてる。お母さん。ありがとう、お母さん。さあ、ウーピー掴んだ。あ、偉すぎる。ウーマンけどね、いや、これ、ウーマン通ってないんだよな。すげえわ。しかも、アッキーには対戦も通ってないしょ、ヤーマンは。それをなんかノータイムでウーマン切れるのはすごいと思うわ。さあ、僕は？うん。さあ、お母さん。いやー、全部捕まっちゃった。数万。足りてます？数万今通ったね。死に万？あ、
か、アニメボタンっぽいね。さま。トーンは、トーンは当たり前だぞ。えらい。ヤンソー？ヤンソー？あ、と思った、積もった。ヤンソー？違ってる。何をもとにヤンソーの方が安全だと思った？すげえな、けど全部板止めだな、お母さん。アッキーの早いから、まあ、確かにチートイズに見えるところで僕もいいトーンを嫌がってるところだと思うけど、かといってプルさんにも乱走って通るわけでもないのにな。いや、いいこと。さあ、ドラ3万で、アッキーは親番がなくなりましたね。まあ、ちょっとライバルな、の、お母さんだ。親は早く、落としたいですね。でも、か、母から泣いたんじゃないかな。さあ、画面が一人先になってる。僕もそれを知らないで、手隠してる。さあ、未来が見え、さあ、お母さん形いいね。未来で見る感じ。言い間払ったってことは良くないでしょ。未来実況ですね。さあ、これ、スイッチャー、イチローさんだけど、疲れてますね。よし。ここ、いいピンニャンピンって払ってパーってるから、形良くなってるって感じでしょうね。あ、なんか、染めてるから。さあ、お母さん、これで、嘘かな？ちょっと、あ、なんだろう。うん、嘘だね。うん。やめにゃめだね。嘘聞いたら。数ピン関数ってもあるけど。さあ、僕は？あー、これで、やめにゃ、やんかん、かんちゃんしね。ウトライチやって、チューン投げてるね。あ、マンズの方を、固定しましたね。さあ、これで染め手になった。にゃんめんかんちゃんになりましたね。さあ、パンさんは。早くリーチって言いたいね。で、絶好絶好数万泣けた。ありがとう。9万。これは、ハク、コン、イズ、ドライチありますね。お母さんに1って言いたい。1って言える。ヤンウーマン。ただ僕も8000ある。さあ、プルさんは、これで9ピン切れるか、イーソーちょっと切りにくいか。だね。どっちでも切りにくいから3層にしましたね。さあ、これで僕もトーンションパイだけど切って、アッキーはもう撤退ですね。そんなしょんぱいノータイムで切られちゃう。さあ、イーソー怖いけど、行くしかない。かなり怖いけどね。三層切りリーチ。イーソーも切ってるし。関連杯っぽい。さあ、で、ローマン掴んだ。これで、パークコインツドライチ8000ですね。さあ、これで僕は、親番逃せば、流せば、1着。で、プールさんはとりあえず親番連チャンして、まだ4000も量足りないけど、さあ、大事。さあ、ドラ9層、1枚持ってて、チュンが取りつつ、泣いたら早そう。で、どちらかっていうと一番大事なのはアッキーとお母さん対決ですね。さっきも2着はちょっと見るよりかは下を意識した方がいいから、
なんとか役作ってね、すぐ上がれる形にしたいですね。さっきの形は？単ヤウにするか、とりあえず。はい。おかんさんはちょっと悪いね、形。おかんさんも、2000、4000でも足りないんだよな。1万点以上差がついてるから。ということで、単ヤウにして、パスソかな？パスソかな？ヤンソーでも、とりあえずパスソーはドラウケもあるからね。クルさんは多分この形から楽かな。ちょっと、スピードを最優先する。あ、嬉しい、チーマ。これで防御持つか、パスソー持つか、どっちかだな。あ、ヤンマン、ほうにしましたね。さあ、リャン、カンができて、僕もなんか、何気に良くなってきてる。一メンツしかないけど。あ、痛い。痛いね。さあ、泣くしかない。これは。急走も出すかどうか。熱波にしてから。うん、これで、熱波にしなかったっすね。死頃も若干見えるかな。最後の形で。アッキーは、こうなってくると泣きたいね。で、僕は、あ、しごろにできちゃうね、これで。ヤンマンかな。うん、まだ急走はちょっと切りたくないね。下もそんな、遠いし。で、僕はここで、テンパってるかテンパってないかを考える必要がありますね。おとなしめに。これは逃げ切りのためにチーピー泣きましたね。さあどうだろうね。まあまあ。9万。僕、イーシャンテンじゃないですか、もしかして。あー、で、ドラ掴んだ。行くしかない。で、お母さんもイーシャンテンだ。あ、しかも2差しが見える、今ので。で、お母さんからしたら、そうだな。三色でしょ？リーズも三色。ピンフがついたらね。換算ピンから入ったらリーチかなって感じ。ああ、これ両面残すか。いやー、両面残した方がいいでしょう。うん、そうだね。さっき早く追いつきたい。追いついてないね。あー、テンパったけど、その形じゃない。あ、取らなかった。取らなかった、エラ。取ってリーチしてもね、ニーズも。うん。足りてなさそうやな。取らないのすごいな。ハツは切りにくいとか。あ、まあ。初心配か。なるほど。さっき悩んでる。あー、取らなくて正解。リーチして、通ってるし、もうサブローマテンパありますし、あー、これは前行くしかない。マッキーからしたら、ただ、あー、むず。あー、けど、積もらないでくれの方にしましたね。と思ったら積もる。いずも3色一発。裏乗らず2000、4000。裏乗ったら2着だったけど、裏乗らずでしたね。さあ、これで今日、アッキーをかわ、うまいことかわしたんで、着順的には、タツが、1着で、2着がおかんさん、
違う。2着がプルさんでしたね。で、3着がおかんさんで、4着がマックスになりました。じゃあ、お疲れ様でした。